の朝二人は冷めた紅茶飲み干し、さよならの口づけ、笑いながら交わした。別れの朝二人は白いドアを開いて、駅に続く小道を何も言わず歩いた。言わないで慰めは涙を誘うから、触れないでこの指に心が乱れるから。やがて汽車は出て私は消えるほど手を振る。あなたの目を見ていた。ペシャスの、別れの朝をやってみました。では皆さん、さよならって言うんですけど難しかったです、これは。ではまた。